エコプロ2017は全体のコンセプトがですね、持続可能な社会の実現に向けてということを全体のテーマとして掲げています。でその中で、我々印刷会社としてその持続可能な社会に、あるいろんな社会課題をどうやって解決していくかというところを、商品や製品で説明するというよりも、今まで我々が培ってきた印刷技術がどのようにその持続可能な社会の実現に貢献できるかというところをアピールしたいと。ゾーンとして大きく分けて実は4つありまして、まず1つは印刷技術の紹介をするゾーンということで、一般の人たちに印刷技術というのはどういうものがあるかというのを知っていただこうかなと思いました。それを使った製品として3つのそのストーリーとして紹介をしようというふうに思っています。リチウムイオン電池の最新作は従来の金属板から、ありがとうございます。こっちもいいよ。まずはじめにグリーンパッケージングなんですが、こちらは環境に配慮したパッケージで、持続可能な社会に貢献していく材料になります。 SDGs との関わりについてですが、グリーンパッケージングは CO2 の削減に貢献する材料ですので、13番が当てはまります。で次にスムースパッケージングですが、こちらは利便性を追求した包材ということで、例えば高齢者の方ですとか手の不自由な人でも使いやすいパッケージということで、10番の人や国の不平等をなくそうというところに当てはまるものです。来場された皆さんにも印刷技術というのはこういう技術なんだというのをちょっとご理解いただいて、今SDGs という社会課題の解決に向けては、もっともっとですね、こういった課題に対してはこういった技術も使えるんではないかなというアイデアとか、あるいは来ていただいた方が持っている例えば自社の技術と印刷技術を組み合わせることによって、社会課題のこういう部分も解決できるというような提案とかですね、アイデアをいただけたらというふうに思っています。